はい、どうもガリエです。コラボですね、7つの大罪のコラボスクラッチが、やってきました。これ7つの大罪、ごめんなさい全然知らないんですけども、まあでも今回結構二次率結構高いっぽいのかな。ちょっとだけ詳細見ますね。6体中一応4体が虹なんで、まあこの前のハガレンコラボとまあ似たような感じなのかな。で多分主人公のこのメリオダスかなが一番の当たりっぽいですかね。炎属性ですね、かなり良さそうなんで、まあ9連2回ぐらいだけちょっとやろうかなと思います。まあちょっと作品あまり知らないっていうのもあるんですけども、まあ能力的にもそんなにまだかなり魅力的なやつはどうなんだろうな、まだ全体的にその能力見てないんで分かんないんですけども、とりあえずまあ9連引こうかなとりあえず引く9連いきます。あ、でも二次率まあまあいいじゃん。どれが一番当たりなのかよく分かんねえな。無属性か、これなんていう子、バン。7つの大罪バン、もうこんなもうタイトルみたいな後ろの名前になってるんだよ。人間族ユニットのヒットポイント2倍、攻撃 2.5 倍。うんうん。強欲の罪。おお。手札の回復パネルが全て無パネルになる。さらに敵単体15倍。吸収か。うん。で、2パネルで中ダメージ。で、2属性以上の、あ、最近流行りのね、このパッシブスキルですね。1.5 倍か。なるほど。さあ、どんどん見ていきましょう。水属性だ。この子は虹じゃなくて金なんだね。あ、もうみんな7つの大罪ってついてんだね。ゴーセル、うん、色欲の罪。あ、7つの大罪ってそういうこと、なんか欲の罪ってことか、そういうことか。味方の水属性ユニットのまた人間属ユニットの 1.52 かで、味方のヒットポイント 20% 減らし、相手のヒットポイント 20% 減らす割合ダメージですね。あ、でもこれ結構いいんじゃない。 20% 減らすって結構いいじゃないですか。おお、ノーマルスキルちょっと難しそうだな、これ。でも全体に絶大か、結構なダメージですね。攻撃力もまあそこそこなんでいい感じじゃないですか。進化させたらブーストスキルつくとかそんなんかな。じゃあどんどんいきましょう。虹、あ、かぶる。あ、まあ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 、この辺がよく出てくるんだろうな、きっとね。キング、まだ大それた名前だな。タイグリーズリーシーン、何の罪って書いてんだこれ、わかんねえな漢字の弱さがめっちゃ出てきた。人間族または妖精族の 2.5 2倍か。似たの間敵全体が受ける数属性ダメージが 1.5 倍。あ、結構いいじゃないですか。あ、これもなんかブースト好きそうだな。風とハートってことは結構なんか、オリエンスとかとかなり相性良さそうだな。あと、ウィンディとかか。ね、妖精だし、ウィンディとかと相性良さそうですね。オッケーオッケー。まあ、どんどんとりあえずめくっていくか。なんだこれ。ああ、一回ちょっとミッションデータ更新しないといけないね。再起動一回してからやればよかったな。じゃあちょっと一回更新します。はい。ということで、ラスト一回だけ、9連やっていこうかなと思います。ラスト一回ですよ。うん。いきますね。まあまあまあの二次率。金もう一体出てないよね。あ、この子だ。光か。ディアンヌ。またエロい格好してんな。嫉妬の罪。うん。味方の光属性ユニットの 1.5 倍と 2.5 倍。敵単体に40倍の攻撃か。結構いいダメージ与えるな。で、ヒットポイントが最大の時、自分の攻撃力が 2.0 倍。おお、いいですね。はいはいはい。次行きましょう。あとは主人公さえ虹で出れば完璧なんだよね。出ません。そうか、出ないか。まあ、残すはその子だけだよね。メリオダスのみとなりましたね。うん、出なかったか。単発3回ぐらいだけちょっと追加でやってみますか。二次率はいいから、まあ大体二次は出るんじゃないかな。3回だけちょっと抗ってみます。真ん中。
右上、下、ラストコイン。はい、ということで、7つの滞在コラボスクラッチ、これで以上となります。で、一応コラボダンジョンがあって、特にゲリラボスとかはなさそうですね。まあこれも、個人的にちょっとクリアしていこうかなと思ってます。はい、ということなんで、この動画はこれで以上となります。ではでは、お疲れさんでした。失礼します。カリエでした。バイバイ。